はい、今回は、2017年でしたっけね、ノーベル文学賞を取った、石黒さんの日の名残を読みました。これ映画を先に見たのは失敗かなという感じしましたね。あんまり映画自体は好きじゃなかったんですけども、この本は本当に名作だと思いますね。最近読んだ小説の中で一番良かったですね。まあ、話はもう皆さんねよく知ってると思うんですけど、あるバトラーですね、羊が、その元働いてたそのハウスメイドのところに行って、もう一回屋敷に戻って働かないんですか、働きませんかということを言いに、まあ、車乗って会いに行く話なんですけども、その時に宿にこう何日か泊まるんですけど、まあ、その度にこう改装していくっていうんですかね。まあ、話は最初のこの羊がその旅に出る話は1956年ぐらいかな。ところがその回想シーンは大体みんな1920年30年というか、第二次世界大戦、第一次と第二次世界大戦の間の話なんですね。でまあね、非常にストイックなバトラー羊で、アンソニー・ホップキンスが主演して、エマ・トンプソンが出てましたけども、まあ映画はやっぱ何でもそうですけどね、小説の方がもう断然いいですね。でこの小説の舞台になってるのがダーリントン卿という人なんですけど、まあ、政治家みたいですね。でその屋敷にですね、まあ、20年代30年代あたりいろんなその外国の首脳とか、それから国際会議が20年代に開かれたり、これは実話に基づいてる話ですけども、ヒトラーの時の外務大臣のリッペントロップという人も出てくるんですけどね、まあ、そういう非常にこの、まあ、外交的に大物みたいな人がこの屋敷にいっぱい来るわけですね。でこの羊はやっぱりこうプライドもね、羊として威厳を保たなきゃいけないということで、まあこれ映画にも出てきますけど、お父さんもね一時同じところで、このダーリン協定で同じところで働くんですけども、まあ、お父さんもかなり高齢になって70過ぎになって働きに来るわけですけども、ある有名なその話し合いがある時にお父さんが体具合悪くなって死んじゃうんですけど、それでもこのスティーブンスという羊はですね、ちょっとだけ会いに行ってまたすぐ仕事に戻ると。できっとお父さんも羊やってましたからね、このことを望んでるだろうし、まあ、それが本当の羊だろうと喜んでくれるんじゃないかということで、まあ、そのすぐに仕事に戻っていくという、めちゃめちゃストイックというかね、セルフディナイアルというか自己否定というか、もうマスターに完全に尽くすわけですね。でそのお父さんの話で、まあ、お父さんがよく生前言ってた話らしいんですけども、本当のディグニティとは 何ぞやっていう話があって、まあ、あるイギリスの、まあ、上流階級の人でしょうね、インドに赴任するんですけども、まあ、その人についてですね、バトラーも行くわけですけどね。でそのインドで、こうある時その自分のマスターの家にお客さんが来てて、今で話をしてるんですけども、まあ、食事のねダイニングルームの準備をするために羊がダイニングルームに入っていくと、テーブルの下に虎が座ってたんですね、野生の虎が。でもうびっくりともしないで、パニクること一切なく、そっとダイニングルームドア閉めて、ご主人様のいる部屋に行って、どうも今はですね具合悪いことが起こってますっていうわけですね。でご主人様も、じゃあ良きに計らえって言って、しばらくて銃声が散発聞こえて、虎をまあ駆除する、駆除という言葉ありですけど、まあ殺すわけですね。でその銃声がしばらくして後に、またバトラーがご主人様のところに行って、今はその不都合なことは一切あとは残っておりませんということで、もういつでもダイニングルームに行けますよという、こういう話をですね、このするわけですね。でそれが本当のディグニティじゃないかということを、この息子のスティーブンスという羊ですよね、この人も大事にするわけですけど、ところが、まあ、映画にもありますけど、このミス・ケントンというね、彼を非常に慕う同じ、まあ、サーバントの人ですけども、
必ず一日の終わりになったら彼女の部屋行ってココアを飲みながら一日の出来事を話すわけですね。なんか困ったことはないかとか、新しく入った人はちゃんと働いてるかとかね、そういう話をするわけですけど、どうもこのスティーブンさんっていうのはそのミスケントンという人が慕ってるの分かってるんでしょうけども、自分の第一の仕事はマスターに仕えることだと、ね、そのロイヤルティですね、忠誠と執事としての威厳、これをもう最後まで保っていくということで、まあそれがもうずっと最後まであるわけですけども、最後の方に車がその彼女に会いに行く前ですね、彼女がもう結婚してしまうわけですけど、ある日彼女が手紙に来てもう一回戻れたんじゃないかなと思って、それでまあその旅に出るわけですけど、でその行く途中でですね、ガス欠になってある村人に助けられるんですけども、その村人のところに厄介になったら他の村人の人もやってきて、ちょっと政治的な話になるわけですね。社会主義がどうのこうのとかで、ある村人がですね、民主主義すなわち全ての人に選挙権を与えるのが大事だと、こういうふうなことを言ったら、スティーブンさんはそうだそうだとは、それは違うとは言わないんですけども、自分の昔 の, 今ダーリン教ですけど、昔はねダーリン教ですけど、今はこの屋敷はですねアメリカ人に買われてるわけですね。今実際に所有してるのはアメリカ人なんですけども、今これ過去の回想シーンですけどね。で回想シーンの時に、その時はダーリン教邸なんですけど、で今車で向かっているのは今のアメリカ人 の, マスターの時なんですけど、そのガス欠になった話で村人と話している時にですね、民主主義の話になって、でその時にその前のダーリン教邸の時に起こったことを思い出すわけですよね。でこの羊がですね、そのダーリン教と彼の知り合いの人が、政治家が集まっていろんな話をしているときに、そんな場に呼ばれるわけですね。でダーリン教邸のダーリン教の、友達っていうかね、同僚の一人がですね、彼になんか貿易とか政治の話をするわけですね。そしたらこのスティーブンスという羊は、当然私はそんなことは存じませんと、私は能力を超えてません、超えてますと、ということで、そのダーリン教の友達がですね、そのスティーブンスが部屋を出た後に空見ろと、一般の人に選挙権を与えると大変なことになると、何も分かってないものがに選挙権を与えるとどうするんだと、やっぱり選挙権はちゃんと物事が分かっている人に与えなきゃいけない、いわば貴族政治みたいなもんですよね、民主主義じゃなくて。でその話を彼はちょっとドアの外で立ち聞きしたのかな、それがあって彼自身納得してるわけですよね。ご主人様はスティーブンスこの前はそういうちょっと恥をかかせるようなことをしてすまなかったって言ってるんですけど、彼はそんなことはないと、いやもうご主人様に使うことが全てですからということで、全然こう屈辱も感じなかったんですね。でその話を聞いてて、その話は戻りますけど、その村人がそういうことを言ったことに対してやっぱり違うと、やっぱりその選挙権はちゃんと物事が分かってる人にね与えられるべきだっていう、そういう意見を述べるんですけど、それを読んでた時に後半にそのドイツの外務大臣が来るわけですね、ナチスドイツの時のね、戦争始まる前ですけど、このご主人様のダーリントン教っていうのは新ナチ派の人なんですね。これ実物の実際の出来事ですけど、非常にナチス寄りの人で、その邸宅にですね2人ほどユダヤ人の、メイドさんがいて、それを、首切るというね、首にするという話も出てくるんですけど、それでその話はちょっとあれなんですけども、その時にちょっと思ったのは、本には書いてないんですけども、1938年かな、ミュンヘン会談というイギリスの首相チェンバレンという人が、フランスの首相ダラディエという人と一緒にですね、ミュンヘン、実際にはミュンヘンの下の方にあるヒトラーの秘書地のベルヒテスガーデンと行って話をしに行くわけですけどね。でもうヒトラーがオーストリア併合してチェコ併合した後に、もうそれ以上併合するのやめてくれと、いわゆる融和政策ですよね。で
米一人が一応 OK と言って、そのチェンバレンがミュンヘン郊外のとこからイギリスに帰るわけです。でその時に着く前にですね、国民に納得してくれるだろうかってものすごく心配するわけですけども、イギリスに着いた途端にチェンバレンは英雄扱いされるんですよね。なぜ戦争を回避したと。でその時にチェンバレンが言った言葉は、国民は何も分かってないっていうね、そういう言葉を吐いたんですけども、それをちょっと思い出しましたね。こうなんかこうこういう一般の人に投票権与えるからこんなことになるんだみたいな感じですかね。でもチャーチルも出てくるんですから、話もね、ちょこっと。チャーチルはこの本には書いてないですけど、民主主義は最悪の政治形態だ、ただし他の全ての形態を除けばということは言ってるんですけども、まあ、いずれにしてもそういう政治の話とか、ミス・ケントンさんの片思い、ね、で最終的にはミス・ケントンさんはもう戻らなくて、まあ、結婚もされててね、でも本当の愛じゃないので3回ほど家でしたらしいんですけども、まあ、結局は誰、新しい今アメリカ人のマスターなんで、ファラディという人なんですけど、そこの屋敷にはもう戻らないという話をして、一人ポツンとその桟橋でこのスティーブンズという執事がいるときに、前で急にわーっと話が聞こえてくると、全然知らない人同士が話を仲間になってるわけですね。で彼は全然知らない人同士と話をして、こううまく冗談を言うことができないんですね。この本の中にも何回か出てきますけど、バンターっていう、BANTER、 これは気さくな冗談って、これが言えないんですね。でそれがちょっと羨ましいんでしょうかね。一番この小説の最後に、じゃあファラディという新しいね、ご主人様のために、じゃあ私はそのバンター気さくなジョークを言う練習をこれから始めようという、まあ何ともちょっとこう、それはコミカルにも聞こえるし、悲しくも聞こえますよね。はい、自分の一生をそういうバトラーの仕事に支えて、恋愛も父親の死もね、そういうことも全部脇に置いて、ひたすらマスターに使えることに意思を費やした。まあ、これ、ね、wasted life といえばそれまでですけど、無駄にした人生といえばそうまでですけども、まあ、彼に言わせると、自分のロイヤルティとディグニティを全うしたと、まあ、こういう話なんですよね。で結構ね、こう間接的に述べてる部分が多くて、会話文は非常に分かりやすいんですけどね、ちょっと間接的なところが分かりにくいかもしれませんね。であと政治的な話もあるんですけども、そこはそんなに内容があるわけじゃないんですけど、やっぱり一番すごいのは、石黒さんは別に羊と友達と会うこともないし、羊のことは何も知らないんですけども、そのインサイトっていうんですかね、洞察力、羊がなんかもうこの人が何ですかね、スティーブンさんの心の中をもう細かく描写してるわけですよね。映画以上にその描写が素晴らしいですね。それがこう直接的じゃなくて、非常にこう間接的にでも心に響くということで、これはこの日の名残はですね、これからちょっと気温が下がってきて、秋の夜の夜長になった時に読むのにはもう本当にふさわしい名作だと思いますね。久しぶりになんか名作を読んだなという気がします。